こんにちは、吉田さん。暑いですね。ちょっと庭仕事してきて汗かいたんで、今ね、こういうふうなタンクトップ姿になりましたけども、久しぶりにこの格好になりましたね <laughs>。あのー、みんなの銀行って、一回1000円ですけど、30万円までは確実に行くわけじゃないですか。ただし、やればですけども。で、そのやっていく過程で、みんなの銀行の登録した人って、多分、紹介コードを打つと思うんですけども、紹介コードをもたらした紹介者のことを覚えてると思うんですよね。 この人なんかすげえいいネタ知ってるなぁと、本当に1000円入ったよ、マックス30万なんてすごいよねーと。この人からもっと情報を受け取りたいなーっていうふうにそこでは思うんじゃないかなと思うんですよ。で、かつてね、商品を売るのはなんでかって質問に対して、商品を売るのはリストが欲しいからだっていうね、そんな答えもあったんですよ。要するに商品売ると、メールアドレス、誰が買ったのか、名前、住所、電話番号、こういったものが手に入りやすいんですよね。これを高枝切りばさみ作戦って言いますけども、高枝切りばさみ。 って我が家ででももあるんですけどもねマンションに住んでる人はまず買わないだろうとこの高枝切りばさみを買う人っていうのは一戸建てで二階がある人だつまり裕福なんじゃないかなっていうふうに考えたんですよだから高枝切りばさみを買った人の家には布団ですとか金庫ですとかエアコンですとか追いセールスがね書きやすいっていうことなんですよねそういった感じでアップセルダウンセル継続したセールスを書けるということで高枝切りばさみを買った人には もうね、10年、20年という単位で売れるんで、高枝切りばさみは赤字でも黒字なんだっていうふうに言われてましたね。いや、私ね、これね、目からウロコが落ちましたね。で、インターネットの世界では、一発で30万、50万みたいな商品がバッコしてますけども、待て待てと。そんなに欲をかかなくても、100円、200円、300円のものを売っても、リストは手に入るじゃないかリストも手に入るし、 100円とか200円とか300円で買った人が買ったものに対して1000円とかね2000円の価値を感じたらどうだってことなんですよ。え金額の10倍得したなって思うわけじゃないですか。っていうことは30万の商品買ったら300万円分の価値があるんじゃないかなっていうふうに考えるんですよね。これが信頼関係の作り方ですよね。つまり、どっかの誰かさんがやってるのはね390円の商品を売って 買って、おい、良かったじゃん、これ。おまけもついてる。すげえなぁ。いや、他の動画も見てみたいよね。え、ドリームアカデミア高くないんじゃないか、これは。みたいに思うんですよね。でも、出会った人にいきなり、はい、10万です。100万です。300万です。って言われたら、ちょっと待って、さすがにって思いますよね。だから、信頼関係をいかに構築するか。つまり、いかに得をさせるか。目の前の人にね。その繰り返しによって、損して得取りが出来上がるのかなと思うんですよね。さあ、吉田さん。これからもね、 私はね、バンディーカムで勝負しますよ。あ、でもね、最近ね、バンディーカムじゃなくて良くなったんですよ。最近の私の画面キャプチャーソフトっていうのは、えー、あれになったんですよね。サイバーなんとかに。うん。パワーディレクトですか。パワーディレクトのこの動画編集ソフトの中に、画面動画キャプチャーソフトも入ってたんですよ。ですんで、それを使って、まんまと広告が入らない動画を撮れるようになりました。でもね、バンディーカムで、 全然オッケーですよね。バンディーカムっていうロゴが入ってるからといって、コンテンツの質が落ちることはないです。なぜなら私たちは、特にね、水着のお姉ちゃんを出して、儲けてるわけじゃないんですよ。私たちは、情報なんですよね。言ってみれば、画面なんて真っ暗でもいいんですよ。喋ってる内容が耳から伝われば、それでノウハウってのは提供できますからね。だから、情報発信ビジネスのいいところってのは、つまりは画面を見なくても、きちんとね、言うこと。 聞くこと、伝えることによって、えー、伝えたいことは全部伝わるってことなんですよ。画面が必要な場面ってほとんどないですからね。それこそ FX の相場解説の時ぐらいじゃないかなと思うんですよ。その時でもですよ。上の方にちょろっとね、バンディーカムって書いてるからって、なんぼろもんじゃないって感じですよね。全然困らないですよね。ということなんで、形にこだわらずにお金がない時は、とにかくお金を使わない方法を全部使っていけばいいんですよ。そうすると、売り上げが上がった瞬間、それが利益になりますから。 でですんで、ね、経費を負わなくてもいいっていうのが大きいんですよ吉田さんも私も同じところを通ってきました従業員の経費家賃仕入れ備品消耗品全部経費なんですよ、ね、撮影しようかなと思ってカメラを買えばスタンドを買えば,レン,買えばレンズを買えば全部経費ですよねでも今それが全くかからないので売り上げがそのまま利益になると基本的にはねだから高いものを乱発しなくてもよくなったしもうねどう売ろうかどうだまそうかじゃないんですよね じゃあ、この人に必要なものは何なのかなっていうふうに掘り下げることもできるし、セールスにものすごく力を使わなくてもいいんで、ね、プロダクトローンチ組んだりとか役者を出したりしなくていいんで、本当に自分の必要な情報発信に執着できるんですよね。それが、あこの隠居スタイルのいいところかなと思います。それにつも吉谷さん、鹿児島。ね、考えてみればよく行きましたね。鹿児島なんて。だって、向こうの方海じゃないですか。だから地理的には商売的には不利なんですよ。 商売的に有利なのはやっぱりこうね360度証券に囲まれたところがいいとされていますからこっちが海でねうーんなんか誰も住んでないっていうところは基本的には不利なんですけどもそれもこれもこういった YouTube を使った情報発信ビジネスの前では全然不利じゃないですよねちなみにね今日ねあちょっとこれ別の時にしましょうかはいじゃあ以上ですいってらっしゃい